というわけで、加賀屋加賀翔の、お散歩ってレディオ。お散歩ってレディオですね。お散歩ってレディオ。加賀屋加賀翔のお散歩ってレディオ。いや、日付が変わりまして、はい。通夜さんからですね、ディレクターさんからですね、一人で録音する用のピンマイクと、そのイヤホンと、もらったんですね。その預かって、これ使ってくださいって言われて、で、今家です。家なんですね。家でですね、これから、じゃあちょっと外に出て一人で録音しようかって、今ピンマイクもつけて、もう準備は万端なんですけれどもですね、いかんせんちょっと足が重くてですね、足が、一人でね、ラジオを撮らなきゃいけないっていうのはもちろん分かってるんですけど、ここでいいんじゃないかっていう気持ちがね、なぜ外に出て一人で歩くんだ、自分で言いはしたんですけど、思った以上のハードル、これから一人で喋り続けなきゃいけない、歩きながら、スタジオとかブースとかだったらまだいいですよ。人目がありますから。どうしようか。行くか。いや、行かないとね。行かないとどうしようもないし。懸念は人とすれ違うことですよね。人とすれ違うとか、あと、言葉に詰まるってですよね。間が空いちゃうっていうね。事務所とかだったら、ここではもう撮りますか。一回。いやー、余計なこと言うなよ、本当に。余計なこと言ったなー。もう、調子こいて、一人でやりますよ、散歩してやりますよ、みたいなこと言ってましたけど、まず歩きながら、歩く必要のない話をしちゃいけないんじゃないかとかね。この木は何々ですね、とか言えるようにならなきゃいけないし。どうしようっていう。いいか、いいよって言っても仕方ない。とりあえず歩くだけ歩いてみますか。外ね。外歩くだけ。うわ、マジか、もう。歩くだけ歩いてね。あんまり音でやらんと、これ。一応イヤホンはつけさせてもらってます。一応電話してるみたいな。うわ、外出ました。行きます。さあ、加賀屋加賀翔の、お散歩ってレディオ。お散歩ってレディオ。これ声小さかったら入らないもんね。どうだ、これ。これでどうですか？はい。はい、すいません。今、外に出ました。外に出てます。今、一人で喋ってます。一人でですね、堂々とするっていう技を身につければいいんですけど、綺麗なお花が咲いてますね。お散歩ってレディオ。まず、第一のお花はこちら。これ何ですかね？このお花は何だ？ちょっと知ってるお花が来てからやり直します。今のは第一発見の花じゃなかったっていうことにさせていただきたいと思います。うわ、恥、どうしよう。要素が多すぎる。恥ずかしいのと、もうど、な、ちょっとこれ、なんかその、あれだけやっときますか。なんかジングルというか、いつ切れてもいいように、いつ途切れてもいいように、お散歩お散歩みたいな。いいじゃないですか。お散歩お散歩。よし。うわ、はず、やっぱ、見られた。やっぱ。もう、思ってるルートに行けない、全然。お散歩お散歩。バラですね。第一のお花はバラ。バラです。この、うわ、もう、やだ。ちょっと、何これ。何なの、罰ゲームじゃん。
自分から言い出しておいて罰ゲームじゃんって言ってるわ。情けなはずダサ情けないんやけど。ちょっと待って、あ、スズメですね。あ、いい、お散歩レディオ、今日の、1番目の鳥はですねスズメですね。いや、やっぱスズメっていうのは本当にどこの電柱にも止まりますよね。鳥っていうのはすごいですよね。その電気怖くないんかというね、そのまあ、知らないからだと思いますけど、よくそんなところに止まるよなっていう。人間だったらそのビビる、そのコンセントの穴に指突っ込むみたいな。うん、あ、そうなんだ。あ、へえ、あ、もちろん全然大丈夫。うん、ああ持ってこっかな。あ、いや俺コントローラー2つあるから大丈夫。うん、はい、うん、ああそう、オッケーです。すいません、ちょっとだけで、ね、あ、ちょっと、うん、卑怯だなんだと言われてもね、別にその関係ないです。別にこのくらいのことはします。このくらいの嘘はつきます。うーわ、もうはずはずはず、どうしよう。おされり、ここはですね、新宿区ですか。まあまあ場所どこだっていうのはあれですけど、新宿区ですね、はい。あ、かわいいですね。かわいいお花が咲いてますね。君は何ですか。はい、これはですね、このお花はですね、白い花びらにですね黄色のめしべで、ちょっと僕写真ばっか撮ってたから、その教養がないですね。その花を文字で言うっていう、そのこういう時に俳句を読むんですけどね普通。あ、確かに自由律俳句をここで読まなきゃいけないのかもしれない。うわ、うん、あー、まあどうだろう、まあ、2リットルあったら足りるんじゃない。うん、3、まあまあいいか、余ったら俺持って帰るわ。はい、うん、この白いお花はなん、これでもノースポールみたいなやつかな。あれだ、めちゃくちゃややこしい名前のやつじゃない。僕この間写真撮ったやつがあるんですよ、調べてね。この白いお花あれですよ、クリサンセマムパルドサムですよ。なんじゃそれって、クリサンセマムパルドサムですよこれ。なんそれ、覚えさす気ないやんみたいなね。もうそのあ、いいですよ、僕はこっちで、なんかちょっと高飛車な感じがしますよね。読めないブランドみたいな。え、なんでそんなことするのって思いますよね。そのまあまあ頭とかね、あの CA に4で LA で頭とか、まあ、まだ意味わかりますけど、そのなんかそのね、あのコムデギャルソンとかね、コムデギャルソンだって、あの呼ばす気ないやん。いや、そらごめんなさい、その生意気でしたね。日本目線で言うとっていうことですけど、その書いてくれたらいいのにって思いますよね。あの全部コムデギャルソンとか、そのまあまあまあ僕もそれ以上の例えが出てこないっていうのはね、本当に読めてないから。だって、あ、不法投棄はやめてお持ち帰りください。これなんだ、これ何捨ててるんだ。うわ、すごいな。なんだ、変圧器捨ててますね。変圧器ですよ、その電気の変圧を変えるって。うわー、不法投棄だな。絶対にここじゃないってわかるのに、すごいな。お散歩お散歩。あ、お手紙の宛名の部分だけがちぎれて落ちてますね。お手紙の宛名の部分だけがちぎれて落ちてます。このエマエっていうところだけがちぎって落ちてます。ダメ、これはなんだ、隠したのかな。エマエって書いてあることを、2人のなんか秘密みたいなことなんですかね。わあ、いいですね。うん、やっぱりこのまあまあちょっと車通りは多いというものの、でもやっぱり自然豊かな場所でね、やっぱりね、その
素敵だと思います。はい、素晴らしい。うん、いやちょっと、いやまあね、ちょっともう正直もう人影に隠れちゃってるんです今ね。そのあんまり人のいないところにもう行っちゃおうっていう、あんまり自信がない。これも録音できてなかったらどうしようという恐怖はもう半端じゃないですね。ね、子供とかも近くにね、公園があってね、子供とかもいっぱいいるんで、あんまりね、あんまりその何て言うんですか、よくないじゃないですか、大人がこう一人で喋ってベラ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 。まあね、怖くない話題にしようかなと思いますけど、近づいた時はが、イカゲームですね。イカゲームしてます。最近の若い子はイカゲームやるんですね。だるまさんが転んだって言ってました。イカゲーム、イカゲームのあれ、あの英語表記のあれってイカっていうことですよね。スカッドみたいなやつ、スクイードみたいなやつって、あれイカっていう意味ですよね。あれってイカっていう意味なんですか？ちょっとやばいって。ちょっとこれほんま成り立つか、これ。その慣れないことするもんじゃないって、絶対スタジオで撮った方が良かった、一人で。白竹さんもいないし、通夜さんもいないし、これ一人で俺ここそのうろうろしてるだけやん、公園の周りを独り言言いながら。これ大丈夫か。お散歩お散歩。さあ、車通りも多いですけれどもね、代々木公園の方にやってまいりました。代々木公園の方にやってまいりました。これ録音できてますかね、大丈夫ですかね。優しいリスナーの皆様がですね、そのふつおた送ってきてくださってるんでですね、はい、ぜひその読んでいきたいなっていう。そのうわ、ちょっと待って、ちょっと待って。コーカサス？ああ、そうなんだ、コーカサスか。いや、ちょっと間に合ってるかな。うん、まあここから夏場にかけてね、夏場にかけてだからな。ちょっともう限界あるって、これ難しいって、これ何回もやれんって、心折れちゃうよ。すっごい、幼稚園児がカラスを追いかける遊びしてる。幼稚園児20人くらいがカラスを追いかける。今ですね、これ代々木公園歩いてるんですけれども、細い犬が、たくさん歩いてます。細い犬、細いっていうのはな、あれすごいですよね。そのどういう進化で細くなっていこうって思ったんだろうって思いますよね。グレーのあの細いワンちゃんね。ああ、やっぱりでも代々木公園まで来ると、さすがにやっぱりまだ恥ずかしさみたいなの消えてくるかもしれない。消えてくるというか、なんか広いですからね。はい、これは桜の木ですね。もうまあ緑がもうね、生い茂ってね、まあちょっと濃くなってきましたかね。やっぱり葉っぱが変わったばかりの頃、あの黄緑というかね、薄い緑の色っていうのは素敵ですよね。いやー、ちょっと待って、代々木公園、うわ、ありがとうございます。さあ、ふつおた読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ジャイアント厚彦。僕は町と聞くと、くるりの町、もしくは堂本剛さんの町のどちらかが脳内に流れます。加賀さんは散歩しているときに脳内で再生される曲などありますか？ふつおただ。ふつおた。完璧なお散歩レディオじゃないですか。びっくりした今。ジャイアント厚彦か。僕は町と聞くと、くるりの町、もしくは堂本剛さんの町、どちらかが脳内に流れます。加賀さんは散歩しているときに脳内で再生される曲などありますか？あっぶねえからです。そうですね、僕がやっぱり散歩しているときに聴く曲っていうのは、やっぱり少しゆったりめの
ゆったりめの、曲ですね。やっぱり散歩なんでゆったりしたい、あんまりアップテンポな曲は聞けないというか、うん、難しいじゃないですか。アップテンポな曲をその聞くとやっぱり慌てちゃうじゃないですか。なんで僕が聴いてるのは、ディジフュージョンジャパンの、屋久島ナチュラルサウンド夜の森の湧き水ですね、はい、僕が歩くときに聴くのは夜の森の湧き水ですね、はい、これはいいですよ。ゆったりしてて歩くときに聴くのは最高ですよ。どんな場所でも渓流を散策しているような気持ちになれますからね、はい、夜の森の湧き水を聴けばどんな場所でも、まあ、あと、まあそうですね、おすすめどころで言うと、そうですね、ディジフュージョンジャパンの西表島自然音の6曲目ですね。このアルバムの6曲目、晴天のサトウキビ畑と風の音、これがね、このザワワザワワが、うわ、ごめん、これテンポむずいって、これむずいって、これ人も気になるってさすがに、うわもうなんなんもう、綺麗やけど何がとかは言わなきゃいけないんですけどね、あの木陰でね、やっぱり今その葉っぱが生い茂ってるんで、その冬場とその春夏秋冬で影の形っていうのが変わるんですよ、まあ、もちろんその太陽の向きとかも変わりますけど、だから森とか公園っていうのは季節によって影の形だったりその色味っていうのが全然変わってくるんですね。明るさが本当に変わるんで、そういう楽しみ方を見つけると一つの公園でも毎日違った顔が見れるのでおすすめです。いやすごいいいのが言えてるわ今、お散歩ってレディオのすごいいいやつが言えてる気がする。ありがとうございます、さあ、ふつおた、もうちょっとありますかね、はいはいはい、ラジオネーム三浦ジョンさん、今日の放送に男神がいないのが寂しいです。加賀さん、そのあたりに頑張ってる人いませんか。ちょっと声がちっちゃくなっちゃいましたラジオネーム三浦ジョンさん、今日の放送に男神がいないのが寂しいです。加賀さん、そのあたりに頑張ってる人いませんか。めちゃくちゃいますよ、めちゃくちゃいる。だってもう代々木公園なんてもう頑張ってる人しかいない。うわすっごい、あそこで40人くらいで、なんだあれ、あれなんだ、ちょっと言ってこようかな、そんな集まっちゃダメだよってそんな集まっちゃダメだよ、とはいえって言ってみようかなすごい、なんだめちゃくちゃ集まってる、なんなんですかね。まあまあ代々木公園はないろんな集まりは多いっちゃ多いですけど、どうでしょうかこれは、あれはなんだ、うわ40人かと思ったら80人や、あれ40人かと思ったら80人でした。え40人かと思ったら80人です。あれ全員子供抱えてますよ。すごい、うわ全員子供抱えてる子供抱えたお母さんがその場で桃揚げしてます。みんなで、はい、待ったーみたいな、桃揚げしてます。子供を抱いてるお母さんがみんなで、より確実に赤ちゃんを運ぶためのトレーニングですかね。40人かと思ったら80人でした。いっぱいお腹応急して、もう臨月とかもすごい、唾もなあ、もうほんま妊娠しとったらほんま唾とかもめちゃくちゃ出るし、もう何歩吐いても出るわ、もう唾がよう頑張りんさったね。カラスのおかげでなんとかここまで言えました。綺麗なバラ、綺麗なバラですよ。これはね、お散歩レディオの醍醐味です。やっぱお花はね、これはバラですね。はい、バラ。これはツルブルーバユーですね。はい。これ真っ赤なね、真っ赤な綺麗な、これ、これクリムゾンスカイですね。はい。すごい。すごい綺麗な。もう、
ルーピングだ、ルーピングですよ。ね、ちょっとねオレンジというか、そのオレンジと黄色のちょうど中間というかね、ピンクオレンジの明るいオレンジといった印象のルーピングですね、はい、やっぱバラというとやっぱりいわゆるあのバラが浮かぶと思うんですよ。でもやっぱりね、そのアンミカさんがね、白が200種類あると言っていたことのね、まあ、通りというか、赤にもやっぱりそれくらいの種類があるようなね、それだけじゃないんですよね。だからこれもね、この赤いバラもどちらかというとその、ポップというか情熱的な赤というよりも、キューティー、ね、赤みのような感じですかね、これが口紅だったらすごいもうなんかその若々しく見えるんじゃないかなというような赤みですね。これは、はい、これオリンピックファイヤーです。これマジですからね。これマジですよ。別にその僕がそのちょけてる分とかじゃないですからね。オリンピックファイヤーですこれは、はい。これも、ね、白いバラで、ホワイトマジックですね。ホワイトマジックっていう、これいいですよ。代々木公園ぜひね、本当にいっぱい出会えますから、やっぱり素敵なバラにたくさん出会いますし、でもね、オリンピックファイヤーが、ね、単純に綺麗なんですよ本当に。オリンピックファイヤーちょっと撮っとこうか。赤って撮るのむずいんだよな。赤って撮るのむずいんですよ。一言も喋れないでしょ、こんな子供たちがいる中で。僕冗談の方もいけなかった。はい、オリンピックファイヤー撮りました。まあうまく現像できるかどうかっていうのは怪しいですけど、一応オリンピックファイヤー撮りました。はいはい、どうですか、これで何分くらい喋りました。いいんじゃないか。おさりび加賀谷加賀翔のお散歩ってレディオ、今回はですね、代々木公園に来ております。代々木公園は、本日雨ということでね、傘を差しながらの、レディオとなっておるんですけれども、ここはどうですかね。あ、ヒノキのいい香りが、やっぱりね、雨とね、その木、土の匂いっていうのはこう、まあ、対照がね、よくてね、こう雨の日にしか立ち上らない香り、ね、雨と聞くとやっぱり花粉なんかが沈んだりね、落ちたりしてね、すごく空気がきれいになるというイメージがありますけど、雨が降ることによって香る匂いというのがあるんですね。これがね、またいいんですよ。これがフィトンチッドって感じでね、本当に素晴らしい。こんな公園をね、独り占めしているというね、今はね、24時21分ということです。さあ、24時21分にね、このテンションで代々木公園を歩いているというのはね、もう覚悟のいることですよ。でもまあ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 、まあ、覚悟なんてね、まあ決めればいいだけですから、覚悟なんて別にね、勇気が出ないんだったら出せばいいね、うん、一歩なんて踏み出せばいいんですよね、本当にね。マインドのね、マリー・アントワネットというかね、うん、こうあればいい、こうありたいならそうあればいいじゃないっていうね、ことですよ。さあ、5月16日になりましてね、29歳になりました。29歳になったところなんです。実は今29歳になったところで、今雨の中傘さして一人で公園歩いてるんですよ。忘れがたいですよね。忘れがたいな。29、ね、20代最後のお誕生日はですね、雨の中を公園ラジオ撮りながら歩いてるっていうね、うん、素晴らしい。いや、こうありたいですよ、やっぱりね、うん、でもね、あのね、言っても、うわ、なんだ、びっくりした、うわ、血がびっくりした、もう本当やめて、違うから、もう本当にこういう時ちょっとそのテンション間違ってね、その お姉さん言葉みたいになっちゃいましたけどね。え、何、牛じゃないよな、なんだあれ、牛、え、
うあえなあ違ったギリギリまで牛でしたよ。でも信じてもらえないかもしれないけどギリギリまで牛だった。いやうわすげえ怖っびっくりした。いやーでもね、うん、こんなね今ドキドキして牛かもしれない、こんな都内のね公園で牛に出くわしたかもしれないというこの緊張感ドキドキ感もねやっぱりねピトンチッドがねこう全てスッとね森林浴ね森林う、雨林浴ですよね。だから雨の林と書いて雨林ですよね。雨林浴、雨林浴ですよやっぱり。うん、やっぱりねお誕生日をね迎えまして、お誕生日でね本当に嬉しいこともありますよ。本当にねマネージャーさんがね誕生日プレゼントですって言って何くれたと思いますか。本当に嬉しかった嬉しかった。これうわーやっぱりさすがだなって思いましたね。僕はそのマネージャーさんにそのマネージャーさんのもう本当の友達地元の友達女友達くらいのつもりでなりきって考えて思いっきりその勝負かけるというかこれ絶対喜んでもらいたいと思ってあげるとしたら何あげるだろうと思ってディーファあのビガンローラ顔コロコロする銀色のなんか玉みたいな玉に音ついてるみたいなやつあるじゃないですか。あれのねメーカーのそのウルトラファインバブルが出るもうシャワーヘッド、これはもう本当にスイッチくらいの値段のニンテンドースイッチくらいの値段のシャワーヘッドですよ。これは自分で買わないでしょう。買う？自分でなんかねえ自分で買わないじゃないですかこういうものって。だからそれをあげようかなって思ってあげたいなって思ったんですよ。でプレゼントをさせてもらってそれはちょうどこれ欲しかったんです自分では買わないくらいのものですしいやそこをつきたかったんですよね。絶対に自分ではちょっとためらうなというところそのついたんですよ。そしたらですよその実はつってそのマネージャーさんがねこれ誕生日プレゼントですってパッて盆栽これがね心拍だったらね自分で買うんですよ。心拍だったら自分で買うんですけどねカラマツだったんですね。カラマツの盆栽をねプレゼントしてくれてこれが嬉しい。いやーこのサイズのカラマツですかって言ってやっぱりその多田さんもねそのマネージャーさんもその僕のそのおじいちゃん友達におじいちゃん友達になりきったつもりで何がいいだろうなって考えて、加賀さんはやっぱりおじいちゃんだから喜ぶものってなんだろう、あ盆栽きゃないなってなって盆栽をプレゼントしてくれたっていうね。すごくないですか盆栽。この間ね本当にその番組でねそのまあちょっとまあまあまあなんか なんかあれなんですけどまあロケ番組みたいなのでそのレギュラーのなんかそのすごい出させてもらってるなんかあの TVK さんであるあなんかあるんですよ。でそういうのでねそのこれよかったらって言ってカメラクリーナーをプレゼントしてもらって、カメラクリーナーだから僕がカメラを使うっていうことを知ってくださってるからいやこういうのが嬉しいんですよね。その有吉の壁でもバッテリーチャージャープレゼントしてもらってとか充電器ですよ充電器プレゼントしてくださってとかカメラクリーナーもらえていやありがとうございますっつってそれもちょっと早いけどって言われてで今日茅にもねもらったんですけどあいつカメラクリーナー渡してきていたんですよその僕がカメラクリーナーをもらってる現場に。いやそのどっちその分かっててそのかなんかその 俺のを使ってなんなんですかね。なんなのなんでそんなことするの
いや、あって困らないよ。あって困らないし、かぶってもいいけど、かぶってもいいけど、その、なんでそんなことするのって。2個あって困るもんじゃないけど、俺のを使ってほしいみたいなことなのか、いや、まあありましたけどね、そういうこと過去にね、僕がね大事にしてる筆箱があるんだ、これが一番気に入ってるんだっていう話をしてたのに、あいつがその筆箱をプレゼントしてきたみたいな、うん、俺のあげた筆箱を使ってほしいっていう、そのなんかその変な支配欲みたいな、出してきたのか天然なのか、いや、わかんないんですけど、ちょっとこれは本当に悲しい。俺は悲しいよ、本当に。カメラクリーナーな、いやー、どうなのっていうね。ほらって文句言ってるんです、これは。その祝ってもらって、はい、これって言われた上で、あ、そのね、文句言ってるように聞こえるかもしれないけど、ですけど、これはその文句言ってるんで、はい、それはすいません。これはもう本当に正式に文句です。はい、まあね、これをね、まあ聞いてるか聞いてないかわからないけれども、まあね、お芝居の仕事をね、まあセリフを覚えなきゃいけないから、やっぱりね、僕ね、それは難しかったんじゃないかなということで、さあ、だいぶ喋りましたけどね、どうですか、結構歩きましたよ。今何キロ歩いたんですか今ので。今、ちょっと測ってなかった。こんな時に限って測ってないんだ俺は。いや、あれです、そのストップウォッチっていうことですね。どこでスタートして、どこで終わってるかっていうことの、その、ラップが分かんなかったっていうね。うわ、もう本当にショック。これじゃお散歩ラジオの方も意味がないじゃん。何歩歩いたか、何歩歩くかがやっぱり醍醐味なわけじゃないですか。いや、やっていきたいですよね。一人で喋るのももう慣れてきたし、正直最初はね、やっぱりどうしたらいいんだっていうふうにね、ちょっとその黙りこくっちゃうみたいなところがありましたけど、やっぱりこうグッと覚悟を決めてね、28歳の僕はできなかった。でも29歳の僕はこんだけ喋れてる。一人で外で傘差しながら歩きながらこうやって喋れてるっていうことがすごい。いや、もうどうですか、30分で普通にゲップしちゃいましたね今。最悪やんとか言って、何なんですか本当に。いや、できるじゃないですか、クスさして、雨の中で歩いて、うわねえ、ゲフ。はあ、お散歩お散歩。自由律俳句。このコーナーは五七五の定型や季語の有無を問わない、自由な俳句、自由律俳句を読んでいきたいと思います。自由律俳句、今回はですね、私が、公園で見つけた光景なんかを、俳句に読みたいと思います。は、1個です。参ります。加賀谷加賀翔さんの自由律俳句。ボランティアのほうきが小さい。ボランティアなんでね、自前のほうきを家から持ってきてるんですけどもね、おそらくね、ちっちゃいなっていう、マジでその本当東京ドーム何個分とかの感じですよ、この公園って。こんなに広いのに、そのなんか工作室とか図工室とかで机の上パッパって履くくらいの、そのそれは机の上を履くようですよ。それは机の上を履くようですよというね、光景が、ボランティアの方のほうきが小さくて、あ、もっと大きいほうきを用意してあげたら、いや、まあ買えばいいのになと思ったという、そんな自由律俳句でした。このままエンディングですかね。
ありがとうございます。いや本当に、どうだったんでしょうか。正直手応えは全くないですね。まあ、頑張るぞと言ってましたけど、やっぱりその後ろ向きな、ね、スタートというか、後ろ向きなというかそのマイナスからのスタート、まず一人で喋れるようにならなきゃいけないというね、そこを忘れてました。一人でその外で歩きながら喋らなきゃいけないという、そこのハードルを見くびっておりましたね。いやどうでしょうか。だいぶ慣れたとはいえ、来週はね、まあまあどうなのかという感じですけれども、マジって何の台本もないんですよ。本当に何のカンペもないんです。でもね、覚えてる感じで、まあ、やっていきたいと思いますけど、今週の、鶴の魔性、まあ、お散歩ショーです。お散歩、加賀賞、まあいいかこのくらいのいいよ、怒んないよ誰も、そのここでこの賞の賞が手抜きじゃないかって思わない。加賀賞、今週の加賀賞はですね、ふつおたね、綺麗なふつおたを送ってくれたラジオネームジャイアント厚彦、ね、送りたいと思います。ね、何も別にないですけど、お散歩レディオのね、あのノベルティみたいな何もないですけど、 MVP ということでね、はい、ちょっとそれは通夜さんにお任せしたいなと思います。さあ、ね、番組の感想などハッシュタグ加賀の鶴の間、まあ、ハッシュタグお散歩ってレディオ、お散歩ってレディオで、ぜひつぶやいていただけたらと思います。すべてのメールの先は kgy@rcc.net、kgy@rcc.net、までお待ちしております。番組公式 YouTube チャンネルでは、アフタートークなども更新しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。以上、加賀の加賀賞でした。ありがとうございました。最後の文言空で言えるのすごくないですか。いや褒められたい。おさりに